ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおはようございます。ミネオです。本日は、まだまだ勘違いしてて損してることがあるよっていうことで、ライブ等でもね、結構なんかあれこれ知らなかったとかね、うわ勘違いしてたわっていうことがね結構まだあるということで、5つほどにまとめてみましたので、そちらご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでまずね、一つ目なんですが、割とハウラーの呼び声間違って買っちゃる一説。あのハウラーの呼び声ね、あのこちらメイン攻撃時 10% の確率でスピリットウルフを召喚しますと。で、結構なこれダメージを与えるんですが、20秒に1回しか発動しませんということなんですけども、なんとこれね、これ1匹まあ狼が出るだけなんですが、なんと、こちらデーモンハンターの、はい、こちらのスタンピード、復讐の雨発動時前方に突進するシャドウビーストの群れを召喚する、こちらと勘違いしてる人がめちゃめちゃ多い。で、間違って買った後に、なんて私の狼なんか1匹しか出ないんですけどって言ってね、あれこれレベル上げたらもしかして出るようになるんですよねとか言ってね、なんかランク上げちゃったりしてね、いやもともと違うからっていうね、まあ、実際の映像はね、これが、このスピリットウルフね、これスピリットウルフ、はい、そして、こちら、はい、こちらが、シャドウビーストですね、全然違うね、全然違います。なので、間違わずにね、買う方はちゃんとね確認してこのハウラー買ってくださいね。あの全然違います。はいはい。でこちらね、スタンピード、こちらかなり激ヤバで強いです。はい。なので、デーモンハンターの人はみんな使ってると思いますが、全くの別物なので注意してください。はい。そして、2つ目こちらね、前にも少しお話しさせていただいたかと思うんですけども、パラグン、はい、こちらも、リセット日ね、いつやんねんおっさんってね、これよく聞きますが、こちら利用可能なポイントは1週間に1回リセットできます。ただこれはリセットしてから1週間なので、月曜日更新とか火曜日更新とか決まってるわけではないです。はい、リセットしてからの更新なので、そこ必ず勘違いしないようにしてください。特にね、あのシャドウウォー前とかね、大事な戦いの前リセット、あーしもたわーとかね、言うことないようにしてください。はい。そしてもう一個ね、これを前お伝えしましたが、このコメント等にもありました、丸のところは永続ボーナスですので、その制圧者等を選択していなくても適用されてますので、そこはご注意ください。なので、うまい具合にこの丸のね、パッシブスキルっていうのは取っていった方がいいと思います。はい。じゃあ3つ目、はい、3つ目なんですけども、こちらですね、私もついこの間までちょっとよく分かってなかった分なんですが、はい、古文書ですね。古文書、これなんかいろいろね、こうやって印がついてると思うんですよ、この四角の中ね。サファイア手に入りますよとかね、ガーネット手に入りますよとか、いろいろあると思うんですけども、この上に矢印ついたやつがたまにあります。はい、こういった形でここね、このキクラスとか忘れられし、これは1週間で変わるらしいんですが、これレジェンダリーとセット装備難易度1のドロップ率が上昇しますとって書いてあります。で、私も勘違いしてたんですが、これ難易度1のドロップ率が上がるんではなくて、おそらくほぼほぼこれが正解だと思うんですが、難易度1で落ちるであろうセット装備のドロップ率が上がりますということなんで、難易度1の減る1しかドロップ率が上がらないという意味ではないっぽいです。
どういうことかと言いますと、デーモンハンターの場合、例えば、はい、こちらの靴、パフィールの墓、はい、ベルト、忘れられしと、こちらヘル1ですね。なのでこの靴とベルトに関してはヘル1相当の防具と言えますので、おそらく先ほどのヘル1相当のドロップ率が上がるというのは、この靴とベルトに関してドロップ率が上がるということなので、ヘル2、ヘル3で、狩りしても同じです。はい。なので、もう一つここで言っておきますと、ヘル1しか落ちないとかいうことはないので、この靴とかヘル2でもヘル3でも落ちますので、そこはご注意してください。これ結構ですね、この2点。はい。この2点は結構多かったですね。なので、一応ね、ただ一つ問題点があるんだけど、これ結構やっぱ頑張って買ったんですけどね、ドロップ率上昇しますって書いてますけどね、うん、安めかな。今ね、割とドロップ率やっぱ絞ラッキーしてると思うんだよね。絞ラッキーしてるから、まあ落ちやすいといえば落ちやすいのかもしれないけど、それなりっていう。ただまあね、どうしても全然セット落ちんねおっさんという方はね、一応ここ見てもらって買ってみるのはいいかと思います。はい。ただ先ほど言ったように難易度は別にどこでも落ちますので、そこだけはご注意してください。はい、じゃあラスト5つ目ね。はい、5つ目、はい、5つ目なんですけども、いまだに多いのがエルダーリフト勘違いですね。はい、エルダーリフト、一応この色あせゆく残り火というのが、このね、宝石を作成するのに非常に有効というか使うので皆さん欲しいところだと思うんですけども、まず1点目、この残り火に関して言うと、他の人と行った時に、ボーナスウィークリーポイントがつきます。なので、この色あせゆく残り火に関しては一緒に誰かと行った方が得な場合が多いです。ただ1週間でリミット決まってるから注意してねと。もう120コナで終わりですからね。それ以降は人と行ってもあまり意味がありません。そして、こちらのレア紋石、レジェンダリー紋石に関しましては、人と行ったから増えるとか減るとかいうことはありません。はい、その辺はまあここ書いてるかな。なので、別に一人でも行ってもいいんですが、人と行った時関係するものはこの色あせゆく残り火だけです。はい。なので、必ずこのね、うわー俺人と行ってないから損してるわとかっていうことはこの紋石に関してはないので、そこはご注意してください。はい。でちなみに、残り火のおっさん交換所はここですね。ここで、このみんな大好き、このファルーン。ね。このファルーン22個と交換すると、星5が出るかもしれないガチャガチャが1回引けますので、みんな集めて、こちらね、残り火引いてください。なんで割となんですけど、このね、チャレンジリフトの方は、ソロで行ってる人が多くて、このエルダーリフトに関しては、まあまあ割とパーティーで行ってる人が多いかな。一応ね、このリミットまでは、行った方がいいかなと思います。はい。そして最後ね、おまけ、最後おまけね、これ一応パソコン版なんですけど、これもよく質問で来るんですが、放置狩りとかね、なんかマクロ使ってるやついるんですけど、どうやってあれ通報したらいいんですかっていうことなんですが、あると押しながら、この矢印を人物に当ててクリックしてみてください。これちょっとね、あんま人のだからできないんだけど。あると押しながら矢印でその人をクリックすると通報したり、その人の情報が見れたりします。これも一応、ストーリー内で説明あったりしたんですけど、結構知らない方多かったので、ちょっとおまけ的にね、説明させていただきました。
はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、いろいろ、ライブ等でも質問が多かったところを、5つほどにまとめてご紹介させていただきました。もしね、全部してるわおっさんという方いたらごめんなさい。またよかったら、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、あと、クランの方もね、まだもう少しだけ募集しております。あと10名ほど空きありますので、早めに、申請よろしくお願いします。それでは皆さん、また良きイモータルライフを。バイバイ。